はいどうも、末チャンネルです。今回の企画は、ジョブチュー風企画第2弾、セブンイレブンのおにぎり、お弁当、スイーツ、ガチジャッジです。あの、前回ね、ローソン編のやったんですけども、あの、改めてね、この審査員の人たちの合格不合格って二言論で出さなきゃいけないっていうね、難しさっていうのをね、やっぱ実感しました。なので、今回は、ルールをちょっと変えます。 で、まず、今回用意したのは3品です。えー、4品だと、お腹いっぱいになっちゃいますのでね。えー、まあ3品でまずやっていくのと、ここからが次ね、重要なところです。僕はまあ前の動画で、M1 風の採点したらどうかっていう話をしました。ということで、もうこっちは M1 風の採点でいきたいと思います。えー、100点満点。で、まあ大体ね、えー、90点が、まあいい悪いの、境目みたいなところでちょっとね、やっていきたいなと思います。 M1 っ,、ね、ってなんか基準点とかって考え方あるじゃないですか、1組目にはちょっとこれ何点ってしとく、あまり高い点数でつけちゃうと、その次いいのが出てきたときに差をつけられないとかね、そういうこともあると思うので、一、まあね、品目の基準点の定め方は結構重要になると思うんですけど、この YouTube、末永くやっていく予定ですので、2ヶ月、1単位でランク付けしようかなと思います。ね、その間に結構コンビニ行って色々商品も変わりますしね はいといととうことでそんな感じで今回は採点をやっていきたいなと思います、えー、あのジャブチューンおなじみのあるあるはまたふんだんに盛り込んでいくのでそれはね絶やさないでいこうかなと思ってますはいそして今回エントリーした3品はこちらねエントリーしたって言ったけどは僕は勝手にエントリーさせてるだけなんですけどもまあちょっと気になったやつ1つ目がはい、えー、バターチキンカレーまた監修ってついてるの選んじゃいましたね、えー、そして2品目はちょっとあんま傾けたくないんでちょっと ホイコーローロ、ね、中華のね、ちょっとこのホイ炒め物なんてさ、なかなかこういうチルドでやるのはすごい疑わしいところはあるんですよね。出来たてを食べたいなっていうところ、ね。できれば中華鍋で炒めたっていうところはいいんですけども、意外と最近はね、こういうところもレベル上がってきたりするので、まあ期待はしていいかなって気がしますね。で、えー、3品目はデザート。黒糖わらび餅とほうじ茶のパフェ。 えー、このシリーズは僕結構好きなんですけど本物の和菓子職人からしたら、えー、ちょっと足りないとこあるのかなって気はしますけどはいということでね早速食べていきたいなと思います <laughs> 銀座デリー監修バターチキンおにぎりをね食べてみたいなと思います、えー、デリーってすごく有名なねお店ですけど

が美味しかったかって言ったらいやもう本当にまずカレーは普通に美味しいしなんだろうなもう説明できないけどやっぱねみんな好きな味だなと思ってますりのねサフランライスもまあ、うまく開けていて素直に美味しかったうん初っぱなからねなかなか美味しいものを食べてしまったんでもう基準点っていきなりちょっと決めるのがね大変そうなやねもうやつでございました本当はねもうちょっと上行きたいんですけどまあちょっとねここで95とか97とか出しちゃったら この後も,もうミルクボーイみたいな人が出てきた時にどうなっちゃうかなと思うので、えー、ちょっとね、今回は93ってことで様子見でございます。はい、ということでね、ちょっとこのシステムになるとまずいきなりちょっとこの一品目の査定ですんごい悩んでしまうっていうね、ところはあると思うんですけど、まあこれはまたね、あのー、毎年 M1 の審査員の方々も苦労されてるところなんで、審査員って大変ですね、うん。 ホイコーロー丼でございます。自然風のホイコーローと書いてあったので、えー、辛いやつですね。ホイコーローって自然料理で、本当は辛いんですけど、まあ日本人好みに、まあ甘めのね、味付けになってるんです。でも、ここはあえて、えー、辛くしてるっていうことは、コモダさんを意識してんのかな <laughs> これってどんなスパイス使ってるんですか 80点ですねレンジで温めた後いやいい匂い漂ってるなとかってね結構期待は高かっただけに本当に残念ですまずホイコーローとご飯の量が、えー、全然バランスが合っていませんあのご飯の方が多すぎるのでホイコーローの味付けを入れるとご飯があまり馴染まないでまずホイコーローの味付け自体も全くまず製風といっておきながら全然辛くないでさらに 味付け自体も全然ご飯が済むような味付けではないです。あの、もっとコクの効いたね。えー、さっき僕スパイス何使ってんのって聞いたんですけど、帰ってくるわけないけどね、答えは。えー、もうちょっとなんかね、自然風なんだから、もっと辛味を効かせてほしいなと思いますね。ということでちょっと残念ながらこれは80点です。はい、ということでね、えー、辛辣な結果となりました。そうね、四風って聞いたら本当にちょっと辛味が効いててほしくて、ちなみにね、 東と大の学食であのホイコーローとか出来たてのねホイコーローっていうのがねあるんですけどもそれ食べるときはいつも,も同じく名物の赤門ラーメンってちょっと辛いあんかけラーメンがありましてその辛みを足すためのラー油をホイコーローにぶっかけるんですよで辛うまな感じして食べるのが僕の好きな食べ方なんですよそれくらいで、ね、やっぱちょっと辛みは効かせてほしいなと思ったんですよねはいまあちょっとねこういう好評もありますがまあ 皆さんが美味しいと思えば、まあ、それいいと思いますし全然ね、えー、僕の好評が全てだなんてそういう考え方はやめてやめてくださいね、うん、僕もねちょっとそんな味覚がすごい発達してるかっていうとそういうわけではないですからねはい人の味覚は人それぞれということでよろしくお願いしますじゃあ早速食べていきたいと思います このわらび餅のところってどうやって作ってるのかなっていうのがすごく気になりましたけど <laughs> うんそうなんですねはいそういうこと。<laughs> 全然わらび餅じゃない。わらび餅っていうのは、もちもちしてなきゃいけないはずなんですよ。ただね、これ食べた食感、すごく、コリコリっていうから、ね、もうゼリーみたいな感じで、もう、これはね、絶対わらび餅ではない。黒糖ゼリーって書かないと、味自体はとてもいいんだから、ちょっとこれ一番の辛辣が出ましたね。ただちょっと一つ、これ言っときながら不安なんですけど、わらび餅って別にもちもちしてなきゃいけないのかな ちょっとこれめっちゃ不安だなちょっとあとでねあの、ちゃんと、今テロップ出ますけど、ね、あのちゃんと調べた結果を書きますので、ねえ、それ次第ではちょっと訂正が早いかもしれませんが、職人ってなんかさ、結構、ダメなものはもう、こっちの心をえぐるくらいダメなこと言いますよね、相当えぐいこと言いますよね、<laughs> 審査員の方々。 だからちょっと僕もそれ真似てみたら、ね、余計にくなっちゃったかな。うんまあでもね、ねちょっとこういう感じの審査を続けていきたいと思いますので楽しそうな僕を見るのが好きな方は大変申し訳ないんですけどまあ、ちょっとねこういう正直系企画も引き続きやっていきますのでねぜひよろしくお願いします。はいということでねセブンイレブンの商品をジャッジしてきました。 えー、全体的にちょっと辛口めでしたね、今回は。たまたま選んだ3品なんで、またね、次選んだ3品のあのセットは、良、えー、かったりするかもしれませんので、まあ、これ見たからといって、セブンイレブンを嫌いになっていけません。僕のことは嫌いになっても、セブンイレブンは逃げるなんて言ってかわかんないね。はい、ということで、<laughs> この動画が良かったと思ったら、高評価を。興味のある方は、ぜひチャンネル登録、よろしくお願いします。はい、ということで、バイバイ。